第5章一日一章1初秋に思う暑い夏もどうやら過ぎ初秋の風がそこはかとなく感じられる今日この頃です皆さんはこの夏をどのように過ごされたのでしょうか涼しくなった今夏の成果が何らかの影響として現れてきているのではないかと思います夏のうちに体力を鍛えた人は 次第にやる気が出てきているでしょうし夏の間にさまざまな勉強をした人はその蓄積が効いてきて秋以降気候の変化とともにますますやる気が出てくると思いますまた夏の間何もしないで怠けていた人もそれなりに気分を一新して新しい生活に入ろうとしておられることと思います皆さんのさまざまな思いを心の中で想像しながら私もまた 秋への第一歩を踏みみ出してみたいいと思います秋になるといつも思うことがありますそれは朝起きた時に空気がひんやりと感じられ夕方になるとふっと人恋しくなり哲学的な思いを抱いたり心の中に詩が浮かんだりすることが多いということです秋にはなぜかそうした気分が漂っているように思いますそれは結局気温が下がっていくということまた 夏の盛りを過ぎて草木たちが冬へ向けて準備をしているということまた農作物が実りの時期を迎えてきているということこうしたことが目に見えない世界において一つの風情を作り出しているからではないでしょうか秋になれば胸に染み通ってくる言葉文学があるわけですがこれらもやはり人間の感性の中に何かを響かせるものがあるのだと思います。 秋にになって静かに文学書を紐解く、そうした感じをなぜ素晴らしいこととして人々は受け止めるのでしょうかおそらくそれは秋という季節が人間の人生というものを洞察するのに非常に適した季節であるからでしょう秋という季節は長年そのように考えられてきたのだと思います 2. ここで「収穫の時」ということについて 考えてみたいと思います。幸福の科学の会員にとって、収穫、借り入れと呼べるものは、一体何なのでしょうかどういう事実が確認されたときに、収穫があったと言えるのでしょうか幸福の科学の会員であるならば、収穫があったと言えるためには、少なくとも次の三つの条件を満たしていなければならないと、私は思うのです。その第一は、 常に自らの正しき心を探求し続けているということですそしてその正しき心の探求も単に今日明日のことではなくまた入会当初のことだけでもなく1年2年3年と続けた実績が必要ですそうした正しき心の探求を持続している自分の確認ができたときこれは一つの収穫であると思うのです最初 正しき心の探求という課題を掲げられたときそれに対して賛同することはそう難しくはありませんところが半年がたち一年がたち二年がたつうちに初心を忘れ自分のことは棚にあげあれこれと欲望が深くなってくるのが人間の常ですしたがって常に原点回帰し正しき心に立ち戻るそうした皆さんでなければならないのです この正しき心の探求は貯金のように貯めておくことができません貯金の場合には百万円二百万円三百万円と貯めておけばそれを少しずつ使っていってもしばらくは持ちますが正しき心の探求は貯金が効かないようになっていますそれはその日その日の一日限りの仕事となっているのですこの意味において正しき心の探求は貯金という概念 貯蓄という考え方が全く効かずその都度その都度のものであると言えましょうそれゆえに毎日正しき心を探求するという姿勢の継続が何よりも大事なこととなるのです会員として収穫があったといえる第二の場合は仏法心理の学習において自分が一定のレベルまで来たという自信を得た時あるいはその実感を得た時です幸福の科学では のの目的として仏法心理の探求学習伝道という3つの項目を挙げていますそしてこの3つの項目はこの順序でやっていくことが基本前提となっているのですまず各人の仏法心理の探求がありますこれは指導者においては新たな真理を常に探究し探し出し発見していくということでもありますし会員一人一人にとっては 自らの正しき心の探求を中心として自分にとっての真理とは何かを探求する姿勢を意味しています。次に、学習です。これは幸福の科学から出されている数多くの書物などを自分流の偏った考え方で捉えるのではなくてオーソドックスな間違いのない捉え方をしていくということそのための努力を惜しまないということそしてその努力を積み重ねていって。 一定の学力をつけるということを意味しています。これを学校の勉強か何かと勘違いして軽論ずる人もいるわけですが私はこうした人に対して仏法心理の学習がどれほど値打ちのあることかということをもう一度述べておきたいのです。この地上において私が今説いている仏法心理を学習するということは大変価値のあることなのです。日本人の中には 仏法真理を知らない人がまだ数多くいますが仏法真理を知らないままに他界した人は地上界を去った後この心理知識と現実の自分の常識とのギャップの大きさに大いなるショックを受けるのですまたこのうちの何割かの人には地獄という名の暗いところでの修行が待っています彼らを一概に責めきれないのは仏法真理を知らないという気の毒な事情があるからです しかし、その知らないということに対する責任は、他の誰にも取らせることができないのです。死後、あの世で地獄に落ち、文部科学省に対して、学校が正しいことを教えなかったから、俺は地獄に落ちたのだ、ということはできません。そういう申し開きが許されないようになっているのです。仏法真理の種、あるいは材料は、地上にいたときに、いろいろな形で存在したのですが、 それを軽んじ無視してきたたののは本人であったのですそのことに対して責任を取らされることになりますまた地獄には縁のない人であっても地上を去った後霊的世界の真相と自分の地上時代の考え方とのギャップの大きさに戸惑い迷っている人は数多くいますそうした人々は四次元の誘拐という世界において50年100年という長い年月 戸惑いに満ちた生き方をしていいることが多いのです彼らがもっとしっかりとした心理知識を身につけていたならば本来の世界へ自分がもともと住んでいた世界へもっと早く帰っていきさらに次なる勉強ができるのですがいかんせん仏法心理を学んでいなかったために何十年かの人生を地上で生きたということが彼らの霊的進化を遅らせることにもなりかねない状態なのです。この意味において 私は、仏法真理の学習運動をもっと大々的に広め、日本人一人一人が仏法真理を学ぶ時代をもたらしたいと思います。仏法真理の学習ということ自体が一つの伝道方法である、ということを忘れてはなりません。決して、学校の勉強のように思ってはならないのです。本当に意味のある、人類を救済するための方法の一つでもある、ということを知っていただきたいと思います。 第三の条件は何かというと、探究・学習の次の伝道ということになります。あなたは自分が学んだ仏法心理を、一体どのように役立てたか、あるいは使ったかということです。学んだだけで自分の心の中に思想しているのか、それともそれを友人たち、人生の途上で出会う人たちの向上のために少しでも使うことができたのか、あるいは、 人生で出会う多くの人たちに何らかの良い影響を与えることができたのかそうしたことが検討される必要がありますその時に自分一人の宝として守っていたというだけではやはり虚しいと言わざるを得ないのですそれではせっかく多くの借り入れをしてもそれが結局田畑に山積みされているだけで蔵の中に入れられていないのと同じです本当の意味での収穫になっていません 収穫が収穫と言えるためにはそれが本来の役割を果たすことすなわち人々の役に立つ形で蓄えられることが必要です。仏法真理を学んだならば次はそれを実践することそれを人々に伝えてあげること多くの人に影響を与えてあげることまた多くの人の導きとなることそうしたことがとても大事なのですこの3つです。 正しき心の探求、仏法心理の探求から始まって仏法心理の学習そして仏法心理の実践伝道伝道には多様な形がありうるでしょうがここまでやって初めて幸福の科学の会員は第一段階の収穫の時を迎えたと言ってもよいと思うのです3「一日一生」 東海の会員の心構えについて述べてきたわけですが私はこの際古くて新しい言葉を皆さんに投げかけておきたいと思いますそれは「一日一生」という言葉ですこの言葉は「明日のことを思いわずらうな一日の苦労は一日にて垂れり」という聖書の中のイエスの言葉から来ていて内村貫蔵などもよく使っていた言葉です「一日一生」 一一日を生生として生きるここにクリスチャンとしての真骨頂があるこのように内村鑑蔵は言っていたようですただこの言葉はキリスト教会のみにとどまることなく仏教会あるいはその他の宗教界でも広く使われています一日の枠を一生だと思って生きていくことが非常に大事だというわけです結局私が皆さんにさまざまな形で話をしている反省というものも 一一一一日日をを生生と思う一日の枠を一生と思思ううの枠生き方この考え方から出発しているのです。中には一日を一生とするのではなくて一生は一生である。死んだ時に全てを生産すればよいのだ。死後あの世に帰ってから反省すればよいのだ。という考えでいく人もいるでしょうが人間が数十年の人生で作ってきた思いと行いの歪み間違いというものは なかなか一朝一夕で修正できるものではないのです。宿題でもそうです。夏休みが終わる頃に一度に片付けようと思っても、片付くものではありません。毎日、少しずつ少しずつ片付けていくからこそ、そうしたものが山積みにならずに済むのです。仕事においても同じです。山積みになった仕事を一挙に片付けようとしても、そう簡単にはできません。やはり、 毎日少しずつ少しずつ片付けていく。一日分だけの仕事をしていく。着実に仕事をこなしていく。こうした姿勢が大事です。反省も同じであって、本来、一日の枠を一生と考えて実行するのが、真実の反省なのです。なぜならば、人間は非常に忘れやすいからです。その日の出来事は、その日、床に着くまでの間は覚えているものです。 したがって今日一日の自分の思いというものを点検すればああいう悪い思いがわいたこうした間違いがあったといったことを思い出すことができますまた自分の行動についてもなぜ自分はあんな行動をとったのかもっと良いやり方があったのではないかということをしっかり振り返ることができるのはやはりその日です一日たち二日たつうちに次第に記憶が薄れ 反省を試みてても実感が湧かなくなくってきますまた自分が犯した間違いについても時の経過とともに許されるものだと勝手に思うようになって忘れていくことが多いのですしかし毎日作った思いの間違い犯した罪こうしたものは実は体内のがん細胞のようなものなのです放置しておくとだんだんに体が犯されやがて病の床につくことになります このように心の中にすくった病巣を放置しておけばそれは次第に広がってくるのですしたがって毎日それを発見しすぐ治療にあたっていく姿勢が必要なのです反省にも一日一生の考え方が大事であるということを私はこの際皆さんに印象づけておきたいと思います4悩みの分断 一,日一生という言葉はもう一つ別な意味合いをも含んでいますそれが何であるかといえば「悩みの分断」という意味なのです人間はあまり先のことを考えてもあまり昔のことを考えてもそれを収集することはできないという事実がありますしたがって悩みの分断は実は人間が安心立命を得るための非常に大事な手法となっているのです なぜならば、大抵の人の悩みの80%以上は取り越し苦労だからです。ほとんどの人が、1年後や5年後、10年後のことを悩んでいることが多いのです。これは、間違いのない事実です。現在、ただいまをどうするかということではなくて、漠然と来年の不幸を予想したり、漠然と3年後の悩み事を考えたりしていることが多いのです。これが、悩みの真相です。 本当の意味で今すぐ片付けなければならない悩みというものはそう多くはないのです悩みと称されるものの実態を見るとその多くはその人の悩みがちな性格自体から発していますつまり悩みは将来起きるかもしれないということに対して様々に空想をして取り越し苦労をする性格に起因することが多いのですまた過去の悔やむべき事実について 毎日考え続けていても決着がつくものではありませんそれは悩みの拡大再生産をしているのと同じです例えば1週間前に自分がある人に対して失礼なことを言ったために悩んでいる場合一日一生の枠で考えると今日やるべきことはその人にすぐスパッと謝ってしまうことですそうすればその悩みはそこで分断されるのですしかし 謝罪する勇気がなければ、1週間前の自分の言動に対する悩みを、今日も悩み、明日も悩み、明後日も悩むというように、悩み続けていくことになってしまいます。また、将来の悩みについて考えてみると、受験生が大学受験で不合格になるかもしれない、と悩むのは十分に理由のあることであろうと思いますが、それが1年後のことであるならば、合格・不合格を今の時点で悩んで、 一体何になるかを考えてみれば良いいと思いますできることは現在自分がやっている勉強の質をどう高め量をどう増やしていくかということその質と量をいかに継続していくかということにあるのです来年の春入試の季節にコンディションが最高になるかどうかを今から思い患ってもどうにもなりません予備校の歌い文句ではありませんが毎日毎日日々これ決戦 のの覚悟でやってこそ道が開けるものなのです結局人生の達人と言われる人の生き方は悩みの分断において優れていることが多いのです今の時点において悩んで解決のつくことかつかないことかこれを瞬時に決断していく人にとって人生の重荷はそう多くはありませんそして軽快かつ明瞭な人生観を持って生きていくことができるのです 皆さんは北陸地方の屋根の雪下ろしをご存知かもしれません。北陸地方では屋根に積もった雪を放置しておくと、その雪の重みで、やがて家が潰れてしまうところまで行くのです。そのような力を持った雪、家が潰れるほどの重みを持った雪であるならば、それに対してどう対策を立てればよいのかが重要な問題になるわけです。しかしか 家をつぶすほどの何トンもある雪であっても除雪する作業には何トンもの重さのあるものを動かせる力が必要かといえばそうではないのです皆さんは家の屋根から雪を降ろすのにブルドーザーを使っている人を見たことがあるでしょうか実際はそのようにはしないのですどうするかというとスコップで人すくい人すくい屋根から雪を降ろしているのですすべてを集めれば 何百キロ何千キロになるような雪であってもスコップのひとかきであるならば子供でもおろすことができますそしてやがてはその屋根の雪はすべて片付いていくのです悩みの解決というのは実にこの屋根の雪下ろしと同じなのですあまりに長くそのまま放置しておくと家が潰れるほどの脅威となりますが少しずつ少しずつスコップでそれを取り除いていくならば それほど難しいことではないのですこの雪下ろしの作業が実は一日一生という枠において反省することであり一日一生という枠の中で行動するということにあたるのです。一生をどうするか一生をどう最高度に輝かすかそうしたことを考えると途方もなく難しいことになりますが一日一日をどう輝かせていくかということならばそう難しいことではないのです。 仏法心理の学習においても全く同じです数百冊を同時に読もうとしても読めるものではありませんやはり一冊一冊を勉強していくという地道な努力が必要なのです一日一生ということがわからない人は屋根の雪下ろしの例を参考にして、よく考えていただきたいと思います5新しき生活 一日一生というテーマに絞って話をしてきましたこの「一日一生」という言葉はまた別の意味でも使うことができますそれは「毎日が新しき生活への出発である」という考えです人間にとって一番怖いこと恐ろしいことは何かというと外敵とか病気とか死とかそんなものではありません本当に一番怖いのは日々の倦怠であり 日々の怠惰な感情であり毎日毎日の平凡な生活ですこれこそが実は皆さんを真綿で締め上げるように苦しめているものの実態なのです皆さんは日々の平凡性の中で新鮮な酸素を吸いのびのびと生きることがなかなかできないでいます大抵の人は真綿で首を締められ窒息しかかっているような状態にあるのですある意味においては こうした毎日毎日の検体、ここに悩みの正体があると言ってもよいのです。察すればどうする一日を一生の枠として考えて出発していくときに、ではどうするか。それは毎日毎日に新しい工夫を怠らないことです。これが新しき生活を始めるための第一歩なのです。一日の枠を一生だと思い、それを反省だけに費やすのではなくて、 一日はまた、希望への出発でもある。毎朝が新しい出発であるさあ今日自分は何を発見し何を発明していこうか何を工夫していこうかそうした気持ちを起こすことです昨日は過ぎ去ったのだでは今日はどうするか今日一日を実り多いものとするにはどうするか今日の夜には一体何を借り入れるか とということを考えてみるべきです日々に工夫をすすることです日々人生において何かを工夫し発明しようとしている人にとって人生は勝利の連続となるしかないのです怠惰の毎日に流されている人と毎朝が新しい出発だと思って新しき工夫を考えていく人この両者の違いは非常に大きなものとなっていきます私のこの性文を読んだ皆さんは 自分にとっての一日一生その一生にもあたる一日の始めにあたって何を考えますか何を思いつきますか何をどうしようと思いますか自分の生活をどう改善しますか自分の態度をどうしますか人生観をどうするのですかこうしたことをもう一度考えてみてください。自分の生活が変わらなければつまり新しい生活に入れなければ。 ここの文章を読んん。だことにはなりませんあなたにとっての「新生」とは何かあなたにとっての新しい一日とは何かその答えを各自必ず用意していただきたいと思います。